はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の吉澤です。あなたに足りないものは何、というタイトルでもってガイダンス講義の方ですね、始めさせていただきます。まずは、主要4科目実力診断模試、ですね、皆さんお疲れ様でした。で、この時期におけるですね、自分の、受験生全体の中における立ち位置というか、順位的なものですよね、そういったものをこう客観的な数字として、見る機会としては非常に、いい機会だったのではないかというふうに思います。で、今回のその出来をですね、踏まえて、年明けからのですね、学習計画を練っていただければなというふうに思います。はい。で、この講義のですね、進め方でございますけれども、まず、各科目ですね、例えば民法ですと12問目までですか、ございますけれども、1問目から12問目まで、ざっとこう概観した上で、ですね、その後、その民法のその学習方法等についてのお話に、移っていければというふうに思っております。で、その各科目の問題ですね、概観する際に、せっかくですので、足ごとのですね、ランク付けもですね、行っていきたいというふうに思います。はい。で、普通ですね、各足ごとのそのランク付けですね、A、B、C、3段階でですね、行っていると思うんですね。当連とか模試の解説冊子において。で、今回はですね、もう思い切って A と C、B をなくします。A と C に分けてランク付けしますので、この A ランクのものはですね、やはり間違った方、正誤判断間違ったという方はですね、要復習ということになります。もう C ランクについては復習対象からですね、外していただいても構いません。はい。その方が受験生の方は分かりやすいのかなという気がしたんでね、B ランクというのは案外こう、どう扱っていいかわからないというご意見ですね、よく聞くので、今回試しに、そのような形で、ランク付けの方していきたいと思います。で、その A ランクだ C ランクだというその格付けですけれども、まずですね、その足自体の簡単さですよね。簡単な足ほどやっぱり A ランク寄りになっていきます。皆さんが身につけやすいですからね。で、あとその足自体の出題可能性とか重要性ですよね、そういったものも踏まえて、あと過去問、ですね、で出題されているかどうかという点も踏まえてですね、A ランク C ランクというランク付けをしていきたいと思います。で、過去問という話が出ましたが、ちょっと今回のテーマとはずれますけれども、過去問ですね、重要だ重要だと各先生方ですね、おっしゃると思うんですね。で、受験生の皆さんも合格ゾーンをはじめとするですね、過去問題集使ってらっしゃると思います。はい。で、過去問が重要だという理由ですね、実際にその足ごとに見た場合にですね、その足で問われている情報が重要である場合も当然あるんですけれども、一番大きな意味はですね、やはりレックだけじゃなくて伊藤塾さん、これね、業者の名前出すのもあれですが、ちょっと他社さんのですね、他の予備校、そので学習されている方もひっくるめて、受験生全体が情報として持っているもの、共通の教材、それが過去問ですよね。なので重要性が高い、要はみんなが知ってるということです。みんなが持ってる情報だから、我々も忘れずにですね、失礼、我々もちゃんと欠かさず身につけておかなければならない、ということになるのではないでしょうか。なので、その過去問の重要性というところでいくとね、やはりその一足ごとを見るとですね、こんなのは別に身につける必要ないよなっていう、ちょっとその内容の重要性って言ったらいいですかね、それはちょっと首をかしげざるを得ないものもあったりするんですけれども、やはりその他の受験生が触れてるから重要なんだということで、遅れを取らないために重要なんだという形で考えていただければなというふうに思います。はい。それでは前置きは以上にいたしましてですね、まず民法でございますけれども、12問ございましたが、いかがでしたでしょうか。まず第1問ですね、代理の問題でございました。はい。代理の問題。イとオの足ですかね。イとオの足が、過去10年のですね、過去問、直近10年の過去問で出題されているネタでございます。
はい、ですので、まあ、意図の罰ですか、意図の罰の判断ができればですね、もう必然的に、はい、例えば2番、あとへ、にですね、絞れたのではないかなというふうに思います。まあ、この問題、やはり間違ったという方、過去10年分、の過去問ですらですね、ちょっと演習不足ということになってきますので、しっかりと過去演習ですね、していただければと思います。はい、それでは次第2問、でございますけれども、時項の問題、失礼。で、かかしの重要性ですね。はい、あいうえをすべて A でございます。第1問ですね。第1問のあからをすべて A。はい、そして第2問、でございますが、時項の問題、でございましたが。はい、正しいものの組み合わせを選ぶ問題でございましたが。はい、いとおのばつですね。いとおのばつ。これは判断できるはずです。いとおのばつ。はい、過去問でも出題されておりますのでね、いとおのばつはよく見るはあのネタだと思うんですよね。で、いとおがばつだと判断できれば、選択肢で言うと1と2ですね。1と2に絞れるはずです。ここまではできてほしいですね。ここまではできてほしいです。過去問レベルと言っていいですね。で、1と2に絞れた後の話なんですが、まあ、うとえの判断に行くわけですね。うとえ。で、えは正直言うと、民事執行法絡みの判例知識ですよね。民事執行絡みの判例知識なんで、まあ、特に学習経験浅い方にとってはやや厳しめなのかもしれません。が、うですね。うちょっと読んでみますと、貸金債務の債務者がその債務の履行を遅滞した場合において、その後、当該貸金債務が時効によって消滅したときは、はい、債務者は当該貸金債務を免れ、履行遅滞に基づく損害賠償債務のみを負担する、丸か×かということですが、まあ、これ答え×ですね。損害賠償債務も負担いたしません。はい、なぜかということですが、はい、時効。訴求効ありですね。訴求効あり。まあ、このこと自体は条文知識だと思います。で、大事なのはですね、時効の効力はその起算日に遡る、すなわち訴求効があるという、その抽象的な知識は知っていると思うんですけど、それが具体的な事例においてどう反映されるのかっていうところまで、やはり民法を特にそうですね、ちゃんと押さえていないと、この「う」の足の正誤判断できないと思います。で、「う」と「え」で言うと、やはり「う」で絞ってほしいですね。「う」で絞ってほしい、理想的な形としてはですね。はい、訴求効があるんだから、もともと元本債権がなかったということになって、もともと損害賠償債務ですね、これも発生していなかったということになる。なので、損害賠償債務も負担しないという流れになるわけですけれども、この訴求効があるということの具体的な意味合いですね、具体的事例を通して、身につけられているかどうかというところが試される足ではないでしょうか、うな足ですね。はい。それでは次、失礼。で、この足ごとの重要性ですが、はい、上から、あからいきます。第2問です。CAA、CA。CAACA でございます。第2問。はい、それでは次ですね、第3問。はい、不動産物件変動と登記、の問題でございますけれども、はい、こちらですね、前足、直近10年においてですね、過去問で出題されている問題でございます。しかも、本問の各足と同じような事例問題で直近10年に出題されております。ですので、もうこの問題ですね、正直申し上げますと、個数問題で出題されていたとしても正解していただきたいような問題ですね。なので、この問題間違ってしまった方ですね、やはり過去問の演習不足、反復不足ということになるかなというふうに思います。はい、当然ですが、各足のランクですが、オール A です。まあ、分野も分野ですからね、不動産物件変動と登記、もう本当にど真ん中ゾーンというか、ストライクゾーンというかですね、もう中核部分でございます。しっかりと復習しておいてください。一足でも迷った方、要注意ですよ。はい、それでは次ですね、第4問。
はい、占有素権、の問題でございましたが、あと、がですね、過去10年内、直近10年において出題されております。で、あと、おがですね、いわゆる故意過失の要否というですね、有名な知識を問うものでございました。はい。なので、これ答え、皆さん出せたんではないでしょうか。正答率はかなり高まる問題だと思います。で、全亜種 A ランクでございます。この問題、間違った方ですね、やはりちょっと占有素権についての学習が不足しているということになります。はい、次、第5問目、動産試験の問題ですが、い、動産試験の問題、あと A がですね、直近10年間にですね、出題されております、あと A。で、この問題ですね、第5問ですけれども、いわゆる抽象的な問題なんですよね。事例問題ではないです。抽象的なその条文知識がそのまま抽象的に問われている、そのような問題でございます。で、例えば、あと A が直近10年で出てると申し上げましたが、平成24年ですね、平成24年の第12問に同じような抽象的な問題がですね、出題されておりますので、ちょっと合格ゾーン等々、過去問ですね、見ておいてください。平成24年の第12問、ですね、抽象的な、このような問題がですね、同じように出題されております。はい。で、あと、いえばそんな感じですし、で、いですね。い。これも簡易中等についての有名な条文知識でございますね。動産試験限定はではございますけれども、いわゆる簡易中等についての条文知識そのままということで、やはりこれもですね、正解できないとちょっとまずい問題かなというふうに思います。各科のランクはですね、上から AACAA、AACAA。はい、それでは次、ですね、第6問、でございますけれども、はい。提督の処分及び順位変更でございますね。はい。まず、この問題ですね。軸足とすべきは O ですね。もう条文の抽象的な知識をそのままコピペしたような問題ですね。提督の順位の変更はその登記をしなければその効力を生じない。はい。条文そのままですね。で、O が、丸という判断は皆さんできると思うんですね。ということは、4と5に絞れるわけで、うとえ、で、判断をしていくということになるかと思います。で、うの知識なんですけれども、まあ、これやや応用的な知識だというふうに思います。うの知識ですね。はい、ちょっとう読んでみましょうかね。 C が A の一般債権者である E のために抵当権を譲渡した場合、のみの譲渡ですね、した場合、 E は自己の債権と C の債権の双方の弁債期が到来した時であっても、自ら抵当権を実行することはできないということで、そののみの譲渡を受けた人間が自ら抵当権の実行することができるかどうかの話でございますが、はい、自分の債権とですね、自分が持っている債権と、その譲渡してくれた人ですね、の債権、まあ、非担保債権ですね、これの弁債期が双方到来した時はですね、実行することができます。この機会に押さえておいてください。で、この負の知識をですね、持っていなかったとしてもということですよね。持っていなかったとしても、え、これはやはり、まあ、不動産東京の学習とかにおいても絡んでくると思うんでね、目にすることは多いと思うんですね。え、読んでみますと、こうと地に C と D の抵当権のほかに E の3番抵当権が設定され、その登記がされている場合において、C の1番抵当権と D の2番抵当権の順位を変更するときは、E は当該順位変更について合意の当事者とはならない。とありますけれどもね。はい。これ要は、1番、2番、3番であって、1番と2番の順位をこう入れ替えるという場合に、その3番のですね、抵当権の抵当権者はですね、順位変更の合意の当事者とはならないという話ですね。で、真ん中に挟まれてる場合ですね、1番、2番、3番があって、1と3の順位をこう入れ替えたい場合ですね、その場合は、2番の抵当権の抵当権者、これ合意の当事者になりますよね。はい。まあ、そのあたりの基本的な知識を使っていただければ、えと、おが丸。
ということでね、もう5番という正解は出せたんではないでしょうか。で、あとですね、はい、この問題、まあ、回答を出すのに使わなくていいんですけど、正解を出すのに使わなくていいんですけれども、あですね、あの足はいい足ですね。なんていうか、ためになる足だと思いますね。あ、ちょっと読んでみますと、C が D に対して抵当権の順位を譲渡した場合、D が順位の譲渡を B に対抗するためには、B に順位の譲渡を通知し、または B がこれを承諾することを要するということで、これ思わず丸と判断してしまった方結構いらっしゃるんではないでしょうかね。はい、ちょっと条文ですね、見てみましょうか。民法377条ですね。民法の377条お開きください。はい、抵当権の処分の対抗要件という条文ですね、こちら。い、1項見てください。前条の場合には、すなわち抵当権の処分をした場合にはということです。はい、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、または主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者保証人、抵当権設定者およびこれらのものの証券人に対抗することができないということで、通知をするべき相手方はあくまで主たる債務者でございます。なので、この物情保証パターンの場合要注意ですよね。今回まさにあの足はそうなわけですけれども、物情保証の場合、すなわち債務者権設定者のですね、事例ではない場合、ちゃんとこの主たる債務者に通知というところを意識的に押さえておかないとですね、ちょっとこうぼやっとした形のままいると正誤判断間違えてしまいかねません。はい、で今回、あの事例ですね、主たる債務者が誰かということですが、ABC で言うと A ですよね。なので A に対して通知、もしくは A が承諾することによって、主たる債務者とか設定者に対する対抗要件を備えることができるということになります。はい、それでは、で、この足ですね、この問題の足レベルのランクですけれども、上から AACAA でございます。AACAA。はい、それでは次、ですね、第7問。はい、多数当事者の債権債務関係の問題でございましたが、はい、分割債権分割債務、不可分債権不可分債務に関する判例知識問題でございましたね。判例の知識問題です。で、今回の民法12問ですね、合計12問でしたが、その12問の中ではおそらく2番目に難易度が高い問題だったかなというふうには思います。で、ただ、その難易度の高さというのは、まあ、これ、個数問題だからね、難易度が高まっている部分が大きいわけではございますけれども、まあ、こういった問題が勝負の分かれ目問題になってくるのかなという気がいたします。まあ、その基準点にこう上乗せができるかできないかを、まあ、左右するような問題ですよね。やはり皆さんご存知の通り、司法書士試験、上乗せが必要ですから、それを択一式で、大部分こうと取り切っておきたいというのが受験生心理だとは思うんですけれども、まあ、択一式で、まあ、午前午後で、どちらか、まあ、まとめてですね、プラス何問かというのが必要なわけですよね。で、そういったところを左右する問題かなというふうに思います。はい、それではですね、この問題ですが、絵足以外ですね、過去問、失礼、出題されておりますね、過去直近の10年で、過去問で、出題されております。はい、そうですね。なので、これ、まあ、個数問題ではありましたけれども、あいうおが、まあ、過去問知識でね、判断できてしかるべき
ところでございます。で、絵の足もですね、まあ、これ、収容の事例なんで、ちょっとと思われたかもしれませんが、常識的な感覚で、これ、分割債権だろうというふうにですね、判断できたんではないかなというふうには思います。はい、各足の重要度ですね、AAACAAACA でございます。はい、それでは次の問題ですね、第8問、でございますが、はい、債権譲渡の問題でしたね。はい、まあ、この問題、えとをですね、えとをで、これはもう判断ができる。まずこれ、おですよね。おが軸足になるかなと思います。これが丸だという判断は絶対にできなければいけない。で、2と5に絞れて、あかうかということになるわけですが、はい。で、これ、あとうがなかなかこれね、難しい判例知識だったかもしれません。あい、あと、いもそうですね、この問題。あと、いとうが結構レベルの高い判例知識だったと思います。なので、まあ、あとうで迷った挙句、まあ、これ2と5まで絞れればよかったかなとは思いますね、この問題。まあ、5が正解なんですけれどもね。なので、まあ、ちょっとこれ正答率低めになるかなという気はいたします。いずれにしても、あといとうの正誤判断ちょっと難しめですね。で、えとおですか、まあ、これは容易ですね。皆さんがご存知の知識かなというふうには思います。まあ、足の組み合わせによってですね、まあ、難易度というのは変わるなという気がいたしますけれども、まあ、この問題も、えとおがですね、そのまま使えればいいんですけれどもね、そうですね、えとおだけではっていう感じの問題になっちゃってるんでね、ちゃんとこのあとうで、決着つけなあかんというところで、ちょっと難しかったかなという気がいたします。はい。で、足のランクといたしましては、上から CCCAA、CCCAA でございます。はい。それでは次、ですね、第9問でございますが、賃貸借の問題でしたね。これ、まあ、いずれもですね、過去問におけるですね、出題実績自体はないです。で、皆さんご存知かなと思いますが、契約各論、債権編の契約各論の部分はですね、抽象的な条文知識がそのまま出題されることが結構多めではあります。なので、民法の、契約各論の部分ですよね。各契約ごとにですね、条文の読み込みをですね、しっかりと行っていただけるといいかなというふうに思います。で、まあ、本文ですけれども、全部条文知識ではあったんですが、これ、まあ、ちょっと下3つですね、ウーエーオーが借地借家法の条文知識なので、ちょっと学習経験浅い方にとってはきつい問題だったかもしれません。きつい問題だったかもしれませんね。で、ただ、まあ、この問題に関してはですね、第9問、と移しますね。はい、こちら第9問ですが、まあ、この「い」の丸ですよね。いの丸というところは皆さん判断できるはずです。もう条文知識そのままでございますからね。で、正しいものの組み合わせを選べという問題ですから、1と3どちらかということになるわけですね。あとおです。で、おを知らなかったとしても、おの正誤判断ができないとしてもですね、これ、あが×だという判断ができればですね、まあ、必然的に答えは3ということになってきますので、まあ、このあの×の判断ですね、これ×なんですけれども、判断できたかなというところがポイントです。ポイントはこれ、宅地っていうところですね。宅地の賃貸借においてはですね、609条本文の適用がないという、まあ、そこそこ有名な話でございます。それをちゃんと知識として持っていたかどうかが問われた問題でございました。はい、各足の重要性でございますが、上から AACCCAACCC。はい、次いきます。第10問でございましたが、はい、不当利得の問題でした。不当利得。は
はい、平成29年の本試験において不当利得出ましたね。で、やはり見てますと正答率は非常に低かったわけですが、やはりこれ、問題自体の難易度が高いっていうのも当然あるんでしょうけれども、それ以上にですね、受験生の方が手を回せてない、手が回らない分野なんだろうなというのが正直な感想でございます。で、本文で申し上げますとですね、全部判例知識ですね。全部判例知識でございます。はい。で、まずランク言っちゃいますと、ACACA でございますね。足ごとの重要性で言うと、ACACA でございます。で、うとおの丸という判断、これはぜひですね、できてほしい判断なんですね。で、答えはだから出せただろうと言いたいところなんですけれども、まあ、学習の方ですね、不当利得、まあ、もしくは事務管理以降ですかね、事務管理不当利得不法行為、やはり、ここね、手が回らない方、多いと思います。で、不当利得に関して言えばですね、やはり、今から申し上げる条文ですね、今後、怪しいですね。705条から708条ですね。705条から708条。これ、まず条文知識から入っていただいて、条文をしっかり読み込むところから入っていただいて、関連する判例の知識もですね、しっかりと押さえていくといいと思います。705から708ですね。督促が定められている部分でございます。で、特に708条。不法現金給付ですね。で、あそこはやはり判例もそれなりに数ありますし、出題しやすいところだと思います。まさに、まあ、今回の第10問ですね、今回の答例の第10問ですが、不法現金給付708条が中心となっている問題でございましたが、この問題を使ってですね、ぜひこの機会に708条の判例知識ですね、抑えられると良いのではないでしょうか。はい、それでは次、ですね、失礼、11問目でございますけれども、はい、婚姻の解消の問題でございましたけれども、はい、あとおがですね、あとおがもう条文そのままなんですね、これね、この問題、あとおが条文そのままの問題ですから、もうこれ2番というですね、答えは出せなきゃいけなかったですよ。はい。で、まあ、唯一判例の問題だったのが、うの足ですかね。全部条文の問題なんですが、うの足が判例の問題でしたが、まあ、これね、有名な、実質的意思なのか、形式的意思なのかというところで、離婚の場合はね、形式的意思で足りるみたいな話があると思うんですけども、あれ、が問われてるだけでございます。はい。これ、まあ、そうですね。上から言うと、AAACA でございますね。AAACA。はい。それでは次ですね。第12問目、見てください。相続の効力の問題ですが、軸足は O。軸足は O ですね。で、この軸足 O と言いましたが、これ、利益相反の問題ですけれども、の不等法とかでも絡んでくる有名なお話ですよね。なので、お足を軸足としていただいて、で、うですね。あ、これもじゃあちょっと問題文移しますと、12問目。まず、この「お」の丸という判断はですね、もう絶対にできなければいけません。で、正しいものを選べですから、答えは、2か5かに絞られるわけですが、「う」の判例知識は必須と言えます。「う」の判例知識ですね。はい、ちょっと「う」読んでみますと、共同相続人の1人が遺産分割前に遺産を構成する特定の不動産について、自己の有する共有持ち分権を第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は民法第905条第1項の類推適用により、その共有持ち分を取り戻すことができる、いわゆる905条の相続分の取り戻しの話なんですけれども、はい、これ、×ですよね。有名な判例知識でございます。ですので、うが×ですから、5はありえない。で、
あがですね、まあ皆さん見たことあるけど、しっかりと押さえる気にならない条文知識かもしれませんけれどもね、あが仮にあやふやであったとしてもですね、こちらが消えるので2番という形で正解にはたどり着けたのではないでしょうか。はい、まあ、この問題、各足のランクですが、上から CAAA、CAAA でございます。で、今回のですね、民法の問題ですね、各問題を概観しましたが、まあ、特に、まあ、民法どうでしょうね、受験回数が多い方で、民法で点がこう取れないという方が結構多い気がします。まあ、逆にその1年目、2年目の方とか、まあ、民法がそこまで苦手だという話ですね、聞かない。というかですね、まあ、民法に関してはいけるよという方が、まあ、他の科目の方がやっぱり問題抱えてらっしゃる方が多いというかですね、気がします。で、ベテラン受験生になればなるほど、なんかこう何気に民法できないという方の声をよく聞くんですけれども、まあ、民法の学習におけるですね、その意識の持ち方なんですけれども、まずですね、その民法の出題のされ方なんですけど、条文と判例があるとしてですね、条文知識、判例知識があるとして、その条文知識、判例知識をそのまま抽象的な形で問題文に落とし込む形の問題ですね。例えば、今回の問題で言うとですね、第5問なんかは条文知識をそのままストレートに問うような問題だったと思うんです。第5問ですね、動産試験の問題です。で、こちらはもうそのまま条文知識をもうボンと問題文に貼り付けている形ですね。で、同じく判例知識問題についても、判例のその範疇の部分をですね、抽象的な部分で、それをそのまま貼り付けるような問題もあり得るでしょう。で、他方で条文問題にしろ、判例問題にしろですね、具体的な事例化をした上で問題文にする問題も当然あるわけですね。事例問題というやつでございます。で、やはりこれ受験生の方の声を聞いておりますと、その抽象的な出題のされ方の問題については、まあ、点が取れてる、正誤判断ができてる感じがいたします。ちゃんとこう勉強さえしてればね、こうテキストとかを読み込んで、抽象的なその知識をですね、ちゃんと頭にインプットして、あればして、することができてれば、それを吐き出すだけということになりますから。で、民法の問題で皆さんが苦労されてるのは、やはりその具体的な事例の形でですね、条文もしくは判例を問われたっていう場合に、抽象的に身につけたその知識を事例に対して適用する作業ですよね。まあ、当てはめと言ってもいいですかね。その作業がうまくいってなくて、丸バツ判断がうまくいってないと、間違ってるということですね。で、やはりこれね、抽象的なことが書かれてるテキストだけを読んでてもしょうがないと思います。民法の得点力をアップさせるためには、これ事例問題に対する対応力というのは必須ですからね。なので、ちゃんと自分が身につけた抽象的な条文知識、判例知識を具体的な事例に対して、適用しているという意識を持ってですね、具体的な事例問題に当たってほしいです、数多く。まあ、これ慣れもかなりあると思いますのでね、ぜひその具体的な事例問題、これは過去問でもいいです、答練の問題でもいいですから、それに対して、ちゃんと自分の身につけた抽象的な知識を当てはめられているのか、それを確認しながらですね、問題検討、丸バツ判断ですね、していっていただければというふうに、思います。で、その具体的な事例の問題を検討するに際してですけれども、アドバイスですね、最終的にその具体的な事例において、例えばじゃあ請求することができないで、丸などという問題である場合ですね、丸が正解、請求することができないが正解です。で、何かを請求することができないということはですね、民法が要求している要件を何か書くわけですよね。
なので、私が今申し上げたいのはですね、何々できないとか、所有権を取得しないとか、そういった足の場合、何条のどの要件を書く事例だから請求できないのか、取得できないのか、すなわち効果が生じないということですが、要件を全て満たして効果が生ずる。ということは、要件を1個でも書けば効果は生じないですね。なので、この民法の事例問題を検討するに際して、こう復習するときにですね、何条の、第何条のどの要件を書くから効果が生じないのかっていうのを一足ごとにですね、ちょっとはっきりさせていくと、頭がすっきりしてくるというか、事例とともにこう情報整理がしっかりされることになるのではないかと私は思っております。で、他方でその効果が生じるという結論の問題ですよね。A が何々して何々した場合、何々できるで丸、所有権を取得するとかで丸の問題でございますけれども、そういった問題についても、やはりその要件効果という視点を忘れてはならないと思います。すなわち、この結論として丸なんで、要件を満たしてるわけですけどね。要件を満たしてるからできるという結論になるわけですけれども、その足で問題とされている要件があるはずなんです。その足で特にこう問題とされている要件があると。で、今回、こうこうこういう事例なんだけど、この問題とされている要件を満たすんだと。だから、効果が生じるという形で、いずれにしても、その効果が生じない問題であろうが、生じる問題であろうがですね、一体どの要件が問題となっている事例なんだろうかっていうのを、意識的にですね、一足ごとはっきりさせていくと良いのではないかなというふうに思います。今すでにもう皆さん、こんな方いないと思いますけれども、事例問題がこう上がってると、合格ゾーンとかに、過去問集に。で、それをそのままぶち込むと。A が何々した場合、で、B が何々した場合、A は B に対して何々することができない、ボンみたいなイメージで勉強されてる方ももはやいないとは思いますけれども、やはりこれ民法においてはそれ通用する場合もあるんでしょうけど、かなり通用しないです。なので、事例問題の丸暗記というものはですね、一定レベルまでは引き上げることはできるとは思いますが、やはりちょっとその先ということになりますと、得点力でいうとその20分の15問以上とかっていうことになるとですね、やはりちょっと厳しいかなというふうに思います。ちょっとこう文章を変えられただけでね、同じ規範を通っていると。同じ条文をそのまま通ってるんだけど、文章の作りが違うだけで分からなくなってしまうという意見をよく聞きます。そういう悩みをよく聞きます。やはりそれは事例問題をそのまま丸だ×だ、そのままこう頭にね、焼き付けようとしてるから、文章が変えられた時に対応できないということになります。なので、先ほど私が申し上げた通りですね、その事例において何が、どの要件が問題とされていて、その要件を結論として満たす、満たさない、だから効果生じる、生じない、そういった形でですね、ある程度ちょっとロジカルにですね、民法の事例問題を分析されると良いのではないかなというふうに思います。はい、以上、民法についてでした。続きまして、ですね、会社法ですね、第13問目からですか。はい、会社法でございますけれども、まず第13問、設立の問題ですね。はい。もうこの問題は、意図への罰ですね。意図への罰。これをダイレクトに判断できて然るべき問題だったと言えます。答え4番 EA なんですけれどもね、その意図への罰、これをダイレクトに判断できるはずです。はい。次、第14問。あ、です。失礼。かかしの重要度でございますけれども、こちらですね、上から CACAACACAA です。で、次、第14問でございますけれども、はい、取得請求権付き株式等の問題でございましたが、はい、簡単な問題でしたね。すみません、これできなきゃまずいですよ。この問題はできなきゃまずい。オール A でございます。オール A ランクでございます。
はい、次、第15問、でございますね。株主総会の問題でございましたが、あの足のみ判例知識でご存じない方多かったのではないかなというふうに思います。ただ、他の足は A ランク、あだけが C ランクです。で、特に、いとうの×についてはもう必須中の必須ですから、このいとうの×からですね、正解の2ですか、これにはたどり着けたはずです。はい、次、ですね、第16問を見てください。はい、解散生産の問題でしたが、あと以が、これ難易度高めですね。難易度高めの条文知識問題です。ただ、うえおの丸から正解を導けるはずの問題です。うえおの丸から正解を導けるはずの問題です。はい、各足の難易度。上から CCAAA。あ、ランクですね。重要度。CCAAA です。この問題の後いいですよね。後いいのレベルの知識ですね。ここまで身につけることができればもう本当鉄板かなと思いますけれどもね。条文のその細かいところにも配慮できている現れだと思います。この正誤判断ができた方、後いいの正誤判断、正確に自信持ってできた方はですね、これは自分のその条文に対する接し方が間違っていないというふうにですね、考えていただいていいのではないかなというふうに思います。はい、それでは次、ですね、第17問、組織再編のお話ですが、はい、こちらの問題ね、あといとうの×ですね、あといとうの×から正解を出すことができる問題でございます。はい、上から重要度ですね、AAACC、AAACC でございます。はい、続きまして、第18問でございます。社債の問題ですが、はい、社債、数年に一度ですね、午前の部において出題されますね、社債。で、今回のこの答練で出題された問題、5足ですけれども、社債の中では A ランクでございますね。全部 A ランクです、これ。で、皆さん、やはりその社債ごときと言ってはですね、ちょっと社債に失礼なんですけれども、社債にそこまでこう時間かけれないと思うんですね。その株式役員みたいに毎年出るような、ね、分野でもないですから、そんなにこう時間かけれないという意識をお持ちだと思います。なので、テキスト等をじっくり読み込むというのも一つの手ではございますし、より時間短縮したいんであればですね、その答練とか模試で出題された足ですよね、それだけをちょっと言い方悪いですが丸暗記して臨むなどというのも、一つの手ではあります。ややちょっとこう正確性は欠きますけれどもね、丸暗記でしのぐというのもありと言っていい分野ではあります。はい、それでは次ですね、19問目ですけれども、内田菓子の問題でございました。で、平成29年午前の部第35問で商業分野が出題されましたね。で、そのうちの井の足が内田菓子の足でした。一足内田菓子の足がありましたね。ただ足レベルの出題に過ぎませんでしたので、今後数年のうちに丸ごと1問内田菓子、1問丸ごと内田菓子といった問題もありうると思いますので、はい、しっかりと復習しておいていただければなというふうに思います。で、この内田菓子の本文ですけれども、おの丸ですね、おあしの丸はこれ皆さんですね、判断できたと思うんですね。で、ということはですよ、正しいものの組み合わせですから、4と5に絞れるわけですね。4と5に絞れると。で、うとえの判断に入っていくわけですけれども、うが×、うは×だと、この判断もできてほしいわけですね。うが×。だから答え5番の AO という回答の出し方ですね。がオーソドックスな回答の出し方ではないかなというふうに思います。ですね。
それでは、以上がこの会社保証法でございましたかね。はい、そうですね。以上が会社保証法の問題でした。で、ですが、まあ、会社法ですね、やはり皆さんご存知の通りですね、まあ、判例知識一切身につける必要がないなどというふうには申し上げません。まあ、余裕があればやっていただきたい、わけですけれども、やはり民法なんかと比較しますと、もう条文の知識をですね、もうどんだけ蓄えていくか、条文知識を自分の血肉にね、どんだけしていくかというところがもうポイントでございます。で、司法書士試験の会社法の問題ね、まあ、商法もそうですけれども、やはりかなり細かいことがやっぱり問われておりますよね。なので、条文知識をですね、まあ、細かい点含めてどんだけ正確に身につけられるかというのが、まあ、勝負の、まあ、分かれ目、なわけです。で、やっぱりこれ結構長期間ですかね、その3年4年と勉強しているけれども、会社法商法午前の部9問ですよね。9問のうち4問しか取れません、5問しか取れませんとお言う方結構いらっしゃいますね。で、まあ、長期間勉強してるからといって、まあ、点が伸びるというわけじゃないんですけど、やはりこれ覚えること多いですからね。こう学習期間が、まあ、長い人ほど有利な気もするんだけど、まあ、考え方変えればやっぱりこの期間が長いということは、こうすぐ薄まってる可能性もあるわけですからね。短期集中でガッとやってる人が強いという言い方もまあできるわけですが、いずれにしてもやはりその条文に対する接し方で、条文だ条文だ言いますけど、その学習方法としてですね、じゃあこれ六法をガチ読みするのかと。まあ、実際その方法を取られてる方もいますよね。まあ、実際今僕が手元に持ってるのは、この登記六法というやつですけれども、この条文をですね、ガチ読みするという学習方法で、言ってる方もいらっしゃるわけです。まあ、特にその独学の方なんかはね、そういう形でやってるというふうに、お聞きすることありますけれども、まあ、もしくはレックの受講生の方ですと、完全択一六法の商法ですよね、ああいったものを使われてる方、まあ、条文ベースで学習を進められてる方もいれば、テキストベースですね、テキストベースで、学習を進められてる方もいるということなんですけれども、で、結局その、じゃテキストベースで勉強してたらあかんのかということになるわけですが、決してそうではなくてですね、そのテキストにも結局条文知識が乗っかってるわけですから。身につけるべきが条文知識だということであって、条文を絶対に見なきゃいけないというわけではないと思います。まあ、これやっぱり時間の都合もあるでしょうし、どうもこの六法ですね、もう読む気にならないという方ですね、いらっしゃるんでね、なかなかちょっとこれ一概にはね言えない部分ではございますが、いずれにしてもテキストで勉強してようが、六法で勉強してようがですね、条文知識を身につけるためにやってるんでね、そこは共通しておりますので、で、そのテキスト読んでたり、もしくはその六法を読んでたりした場合に、これね、やっぱりテキストに全部書き込めません。作る側の話でいくとね、こう大事なことはできるだけテキストに載っけてるわけですけれども、全ての情報をテキストに落とし込むっていうのはやはりページ数的にも厳しいわけですね。で、皆さんがこう条文知識に触れてる時におってこう思う時ってあると思うんですよ。おっと思う時で、その時はやっぱりすかさずですね、六法なりテキストなり自分が使ってる教材に対してマーカーを引っ張っていく、自分なりのそのオリジナルのね、教材を作っていくという意識が、まあ、会社法については特に意味を持ってくるんではないかなというふうに思います。で、例えばですけれども、平成29年の会社法の問題ですよね。まあ、条文が大事大事って言いますけど、本当そういう、それをね、再認識させられた年でございましたけれども。108条というですね、条文がございます。まあ、これ皆さんご存知の問題じゃないですかね、108条。種類株式としてどんなものを発行できるかみたいなことが載っかっている条文でございます。
で、その1項3項を見ていただくと、株主総会において議決権を行使することができる事項、これいわゆる議決権制限株式について言ってるわけですけれども、株主総会においてです。すなわち株主総会または種類株主総会または種類株主総会、これがないんですね、文言として。で、ここを突っ込んだタコイツの問題が平成29年出ましたね。よろしいでしょうか。で、これまあ事前に準備してたかどうかはちょっとね、これ人それぞれだと思うんですね。こんな話ね、種類株主総会における議決権も制限されるんだろうかというので悩まれた受験生の方も多かったかもしれません。で、例えばですよ、例えばこれ勉強してて、あ、株主総会においてってなってると、で、他の単元を勉強する際にですね、例えばその320、失礼、198条かな、失礼、188条です。188条の単元株式数ですね。ちょっとこの条文読んでみますと、株式会社はその発行する株式について一定の数の株式を持って、株主が株主総会または種類株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができる。この108条の1項3項とですね、この188条も比べていただいてですね、一方で108条の1項3項は株主総会においてとしか言ってないわけですね。で、188条の1項は株主総会または種類株主総会においてと言ってるわけですね。で、会社法というのはですね、まあ、ご存知の通り平成18年施行です。もうかなり直近で作られた法律でございまして、もう皆さんも思ってると思うんですけど、くどい条文ばっかりですよね。もうこれでもかっていうぐらいですね、もう分かったと ね、くどいぞというぐらいですね、いわばこう親切な作りになってるわけですよね。で、そんな会社法だからということになりますけれども、一方で株主総会においてとしか言ってない。で、一方で株主総会または種類株主総会においてと言ってるということですね。当然もうこれ形式的に考えていただいて構わないわけです。108条の1項3項の方ね、先ほど見たこちらでございますけれども、種類株主総会における議決権はですね、制限されないんだというふうに考えていただいていいわけですね。こちらについてはね、株主総会においてとしか言ってないわけですから、種類株主総会における議決権、は制限されないというふうに考えていただいていいということになります。で、話元に戻すと、このちょっとしたですね、条文の違いに気づいた時にね、ちゃんとマーキングをして、こう参考すべき他の条文番号をこう書き込んだりしてですね、後で自分がその六法なりテキストを見返す時にですね、そのリンク先にも飛べるようにですね、しておくといいんではないでしょうか。やはり会社法はよく言いますけれども、条文知識の横断整理、これが肝ですから、その横断整理図表テキスト等に乗っかってるやつですね、あれを、まあ、使うというのは当然いいわけですけれども、やっぱり自分で気づいた情報、やっぱこれ価値高いです。テキスト等に載ってないで自分が気づいたと、お、こっちにはこれ、この文言があって、こっちにはこの文言がないと、ちゃんとね、六法等々に書き込んでおくといいのではないでしょうか。はい、以上をですね、会社法についてでございました。それでは次、でございますけれども、不動産登記法でございますね。不動産登記法第20問以降ですかね。まずざっと概観していきたいと思いますが、まず農地についての所有権移転登記の問題ですけれども、もうこちらはですね、全足 A ランク、全足 A ランクでございます。まあ、これはもう、そうですね、全部有名な先例知識ではないでしょうかね。もうこちら、一足でも迷われた方、ちょっとこれは学習不足ということになります。次、第21問、相続登記全般の問題でしたけれども、うとおですね、うとお、大事な先例知識です。で、この「う」と「お」の「×
という判断から3を導ければという感じですね。ウとオの罰から3という正解を導けるはずです。はい、各足の重要度ですが、上から A、C、A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 、C、A、A、A。はい、次、第22問でございますけれども、はい、帝都家の登記全般の問題でございました。はい、はい、こちら厳しいことを申し上げますと、仮に個数問題でも、個数問題でも正解できる必要のある問題です。すなわち全足もう A というか WA、 また WA というとすみません、あの 3段階に分けてるじゃないかということになるんでやめておきます。 A です。全足 A で、もうこれ個数でも正解できる必要あります。はい、で次ですね、第23問でございますが、はい、寝て時計の登記全般でございますね。これも個数問題であったとしても正解できなければならない問題でございます。オール A、 全足 A でございます。はい、で第24問でございますね。第24問、はい、こちらは「い」と「え」が「丸という判断によってダイレクトに正解ね、4番が正解ですが、いとえが丸との判断からダイレクトに正解を導くことが、まあ、一番オーソドックスな解き方だったのかなというふうに思います。まあ、人によっては違う解き方された方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、上から重要度 C A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  C A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 。はい、そして第25問、まあ、これちょっと変わった形の、ね、形式の問題でございましたが、余裕あったら復習しておいてください。ただこれ問題としてはね、あの簡単だったと思います。ざっと解いておいていただければと、まあ、ただこれ覚える必要は正直ないかなという気はいたしますけれども、はい、ざっと、まあ、国語的な感じの問題、そういった側面もあったかなと思いますけれども、はい、簡単な問題だったとは思います。で次、第26問ですね。信託の問題でございましたけれども、まあこれ、いわゆる単純整合型の問題でしたけれども、消去法ではなく2番が正しい、2番が丸だという判断を、まあ、ダイレクトにすることができたんではないですか。できてほしいですね。ま、2番だけが丸なわけですけれども、はい、で重要度ですね、上から A、A、AA、C、 最後だけ C。 はい、で次、第27問、変更構成登記の問題ですが、全足 A ランク、全足 A ランクですね。正解できなかった人、これはまずいレベルです。これも個数問題でも正解できてほしい問題でございます。はい、で第28問、一括申請の問題ですね。一括申請の問題ですが、これ、ま、重要度といたしましては全足 A ランクとさせていただきます。全足 A ランクとさせていただきます。ただこれ今回どうですか、皆さん間違った方多かったんではないですかね。うん、全足 A ランクなんですが、例えばこれあの足を×だと判断して2番かな、2番を選択した人案外いたかもしれませんね。これあの足ちょっと読んでみますと、所有権の登記名義人を A とする公と地を担保として、債務者 A および債権者 B が2つの異なる債権につき別々の日に2つの抵当権の設定契約をした場合、当該設定の登記の申請は1の申請情報により申請することはできない。でこれ答え丸です。できません。これ勘違いされた方いらっしゃったかもしれませんね。要はあの債権者を同じくする債権2本あって、それを1個の抵当権で担保するという内容の抵当権設定契約をした場合とかと読み間違えた方がいらっしゃったかもしれませんが、そうじゃなくて今回この事例は債権2本あって、
その1本をまず1個の抵当権で担保する。その1本のためにまず抵当権設定すると。で、別の日に他の1本に対してそれを非担保債権として抵当権を設定するということで、あくまで設定契約2回締結してます。なので、それぞれのその登記原日付ですか、これが異なることになりますので、一括申請不可ということになりますね。はい。で、この一括申請についてはですね、やはり皆さんご存知の通り、記述式において使う知識にもなってくるわけですね。当然、その申請件数最小にっていうのが記述式のですね、注意書きのところに、ほぼほぼ毎文あるわけですよね。申請件数最小でと。なので、一括申請できる場合には一括申請していく必要があるということになりますので、で、その記述式のあの現場においてですね、その判断をするために必要な知識をやはりこの択一式の勉強を通じて身につけておく必要があると思うんですよね。なので、その各テキストに乗っかっている一括申請の単元があると思います。皆さんがお使いのテキスト、一括申請のところをまとめた部分ですね。ぜひ正確な一括申請の可否についての知識を身につけていただければというふうに思います。はい。できれば具体的な事例の問題ですね。択一の具体的な事例問題、一括申請の可否を素材とした。それ、数多く当たっておくと、記述式で絡んできたときに、対応できると思いますのでね。はい。それでは次、第29問、でございますが。はい。オンライン申請の問題でしたね。はい。あとへの×からダイレクトに正解を出せたのではないでしょうか。で、各足の重要度、ACAAA でございます。で、このオンライン申請についてはですね、皆さんがお使いのテキストに、こんな図表があると思うんです。オンライン申請と反ライン申請の比較の横断整理図表ですね。そういったものが載ってるんではないでしょうか、テキスト等に。ああいうのを使ってですね、要所要所を直前期に頭の中にぶち込んでいく。当然、直前期の勉強の前に、3月までのところで1回詰め込んでおく必要はありますけれども、あんまり、この辺時間はかけれない部分ですからね、効率よく仕上げる努力をしてみてください。はい。次、第30問。ショート法に入りますか。そうですね、ショート法もざっと概観してしまいましょう。第30問ですね。はい。新株やけの登記でございますけれども、はい。この問題、はい、新株役権の登記事項を問う問題ですが、必ず正解する必要ありますよ。これも、個数問題だったとしても正解できなきゃいけない。で、そういったレベルでございます。はい、全足 A ランク。次、第31問ですけれども。はい。株式会社の役員との登記でございますけれども、はい、こちらもですね、全足 A ランクでございます。全足 A ランク。判断できなければいけませんでした。はい。で、次、第32問でございますが、資本金の額の増加または減少の登記ですけれども、こちらもですね、これ、個数問題ですからね、正解率低くなりがちだとは思われます。ただ、足レベルで言うと全部 A です。足レベルで言うと全部 A ですのでね、正解率が低くなるかもしれませんが。次、第33問。第33問ですね。合名合資、会社の登記でございますが、これも個数なので正解率は低くなるのかなと思いますが、はい、足レベルの重要性、AAAAC、おだけ C でございます。で、これをお聞きの方ですね、まだその持ち分会社、会社法、商標法、両方でこの分野としてね、存在しますけれども、まだ学習が行き届いてない方いらっしゃると思います。で、その持ち分会社を勉強する前に、当然株式会社の勉強してると思うんでね、持ち分会社の学習をするときに、まず持っておくべき視点ですね、株式会社との比較の視点です。もうこれは当たり前。
ではございますけれども、株式会社との比較の視点でもって持ち分会社の情報整理をしていくと。で、プラス2つ目の視点が持ち分会社内部の比較の視点ですよね。合名合資、合同と3種類の持ち分会社があるわけですけれども、その3種類の比較、特に合名合資 VS 合同っていう、そうですね、絵面が多いと思うんですけど、合名合資と合同で違う点多々ありますよね。株式会社と持ち分会社の比較で、プラス持ち分会社内部の比較、その2つの視点でうまく情報整理していく視点でもって、インプット作業ですね、していっていただければというふうに思います。はい、それでは次、第34問ですか。一般社団、一般財団の問題でしたが、はい、こちらも問題としては全足 A ランクでございました。正解できてほしい問題ですね。で、ここもね、持ち分会社と同じく、まだちょっと学習がですね、行き届いていないという方が多い気がします。で、ぶっちゃけた話でいくとですね、この持ち分会社とか一般社団、一般財団のところっていうのは、手を回すことができさえすれば点は取れてます。そんなに内容的にえげつない内容のものは出ない。それ前提で対策というか、学習計画練ってください。やれば点取れるんやと。持ち分とか一般、社団、財団ですね。ただ、やる時間がなかなか取れてないのが現状だということです。で、やるとして、特にこの一般社団、財団なんかはそんなに時間かかりません。かからないです。なぜかというと、もう株式会社とかなり共通してるからです。一般社団法人ね、株式会社との共通点が多い。だから情報整理する際には、一般社団法人がその株式会社と異なる点ですよね。株式会社と何が違うのかという点だけを意識して、違う点のみ頭の中に入れていくと。で、頭に入ってない部分については株式会社と同じやという判断でいいと思うんでね、効率よくちょっと学習の方を進めていただければというふうに思います。で、一般社団法人の学習が終わったら、次は一般社団と比較する形で一般財団の知識を抑えていくという形ですね。株式から一般社団、一般社団から一般財団という形で、順に学習を進めていただけると、効率的に進められるんではないでしょうか。はい、それでは次ですね、第35問、総論的な問題ですが、登記情報の公開の問題でございましたけれども、はい、いとうの丸が比較的容易ですから、いとうの丸が比較的容易でございます。条文知識そのままでございますのでね、なので正解はできたのではないかなと。いとうの丸でダイレクトに3番にたどり着けたのではないかなと思います。各足の重要性ですが、上から CAAACAAA でございます。はい。で、全35問の概観は終えましたけれども、ちょっと不等法と小等法の話ですね、したいと思うんですけれども、まず、不等法も小等法もですね、手続き法と呼ばれる法律でございます。そして、前提としてね、実体法である民法、会社法というのが、まず前提としてあるんだということも皆さんご存知だと思います。なので、一般的にはですね、例えば会社法と商標法の関係でいくと、会社法がもうめちゃくちゃ苦手で、商標法がめちゃくちゃ得意っていう人はですね、あんまりお見かけしないんですよね。当たり前だと思うんですけど、もう会社法がボロボロの状態で、商標法だけすごい完成度を見せていると、あんまりちょっとイメージできないわけです、こちらとしてもですね。で、すなわち、会社法できてないと商標法もできないよということですね。逆に、会社法すごく点取れてるんだけど、商標法の点は取れてないという方はいらっしゃいます。それは商標法の勉強に手が回ってないだけの話でございますけれどもね。はい。で、そのような関係に、その民法と不当法ですね、で、会社法と商標法の関係がある以上ですね、やはりこの学習する際にですね、相互リンクをですね、意識、しないわけにはいかない。で、意識した方がいろんな科目を効率よくですね、回すことができることになると思います。よくその学習計画を立てる際にですね、この州は民法の州だ、この州は
この科目の集団みたいな形で、まあ、考える方多いと思うんですけれどもね、まあ、別にそれ全然構わないんですよ。構わないんですけれども、結局その学習計画を組み立てる際に持っておくと良い意識としてはですね、当然その不登法の学習、不登法っていう時期であったとしても、当然これ民法には触れることになりますよね。当然小登法の時もそうです。小登法をやる時期っていうのは会社法に触れることになります。当たり前ですけれどもね。なのでよくこの、ね、学習計画の立て方のご相談を受ける時に思うんですけれどもね、みんなやっぱりこうちょっとビビるわけです。1ヶ月ぐらいある科目に集中するとするじゃないですか。年明け例えば1ヶ月民法だけやると、もう時間の都合上ですね、民法にしか時間を割けないと。でそういう判断をするときにやっぱり怖いわけですよね。他の科目にですね一切触れないということが怖くなってくると。でただ一方でですね、その年明けのその例えば1月から3月なんていうのはそれで構わないと思うんです。別にね、例えばその2月は不登法だけってしたとしても、別に4、5、6だとちょっと問題はあると思うんですけど、4月、5月、6月だとですね、もうまだ1月、2月、3月はそういう思い切った弱点補強がまだできる時期ですから、不登法2月は不登法オンリー、もうそれも人によってはありだと思います。でしかもですよ、先ほど申し上げたように不登法に触れてるということは、もう実際前提として民法にも触れてますからね、ちょっとだけ。なので民法が全くもってすっからかんになるなんてことはないですから、安心してですね、思い切った割り振りを3月まではしていいと思います。当然4月5月6月になってきますと、やっぱりちょっとこういろんな科目にね、定期的に触れていく必要性というのは出てくるとは思うんですけれどもね。はい。で、すいません、ちょっと話を元に戻しますと、登記法ですね、2科目やはり登記法2科目におきましてはですね、洗礼ですね、登記洗礼というものが学習対象の大きな部分を占めてると思います。当然条文知識がそのまま問われているような問題もねありますけれども、なのでぜひですね、まあ、今回の模試でもいいかな、今回のこの1000円模試ですね、使っていただいて不登法と小登法の問題、丸×判断ができたもの、できなかったもの、もしくは迷ったもの、まあ、迷ったものは全部ダメだった方、ダメだった側に持っていってください。正確に自信持って丸だ×だって判断できたものと、そうでなかったものをちょっと二分化してもらってですね、ちょっとマークしていってほしいんですよ。で、解説の部分に、例えばですね、解説の部分にですね、何の問題なのかと、例えばこれだと条文の問題だということになりますね。この括弧書きの中で問題によってはこの洗礼番号なんかが上がってる場合もあると思うんですよ。例えばこれですね、例えばこれ洗礼番号ですよね。でこれ条文番号ですよね。で自分が間違った問題、もしくは自信を持って丸バツ判断ができなかった足ですよね。それをちょっとピックアップしてもらってですね、洗礼寄りなのか条文寄りなのか、やはりこれ洗礼を知らないということになれば、洗礼の問題をよく間違ってるというのであれば、やはり洗礼をちょっと補充する補強する必要あるでしょうし、逆に総論の分野とかのですね、条文知識が欠けているというのであれば、民法総論部分、失礼、不登法の総論部分ですね、ちょっと重点的にですね補強すべきでしょうし、人によって補強すべき部分は違うのかなというふうに思いますのでね、こういった討論を使ってですね、自分の間違った足、もしくは自信を持って判断できなかった足の解説部分のこの括弧の中見てもらって、で、条文番号がただただ上がってるだけなのか、洗礼番号が上がっているのか、もしくは実態法の場合は、民法とかの場合は判例番号が上がっているのかと、
いうのを見てもらって、自分に足りない部分というのをね、ちょっと明確化、浮き彫りにする作業ですね、東練受講後に行ってみるといいと思います。で、例えば、洗礼の知識が足りないというのであれば、これ、例えばね、今回の申し受けていただいて、洗礼知識足りてないなっていうふうに思ったとして、じゃあ皆さん何やるかっていうことですね。何やりますか？不動産登記法の洗礼知識が足りてないってなった場合に、皆さんなら何をするかということですね。で、一つの提案というか案としてはね、その、ざっくりこう不動産登記法が苦手や、だから不動産登記法のテキスト頭からもう一回熟読するんだ、ではなくですね、ある程度学習が進んでることを前提として考えるならばですよ、こうテキストの特定の部分をこうつまみ食いするという勉強方法ですね。やはりこれ時間的にはかなり短縮できますし、効率的だと思うんですね。なので、自分は洗礼知識が問われている問題を本当にダメだなというんであれば、テキストのその洗礼番号で締めくくられている文章だけ読んでいくとかね。洗礼が乗っかってる部分ってありますよね。その前提知識とかいろいろ乗っかってる部分はもう読まないと、その洗礼知識を補充するためだけにテキストを読むという強い意識を持って、効率的に3冊とか、仮にテキストを皆さんがお使いにあるとするならばね、その3冊のテキストと接していく。こんな感じでですね、要は年内に、まあ、この模試を受けた意味もそういうところにあると思うんですけれども、自分に足りてない部分をですね、まず浮き彫りにするということです。で、浮き彫りになったその弱点の部分をじゃあどうやって補強していくかを考えていく。で、今その先例知識に献血があると、先例知識が追いついてないという方であればこうするのも一つの手だよというのを申し上げたところでございます。で、例えばこれ同じことはですね、その民法の判例知識についても言えるんではないでしょうかね。例えば、その条文知識を抽象的に問う問題とか、判例知識を抽象的に問う問題は正解できているけれども、これ先ほど申し上げたことに関係しますが、その条文知識とか判例知識を具体的事例に置き換えて出された場合に正答率が落ちるんだというんであればですね、やはりいろんな問題に当たっていく、事例問題に当たっていく努力というのをする必要があると思います。なので、事例問題が例えば苦手だという意識があるんであれば、民法のどちらかというと、同じ問題をひたすら繰り返す時期を終えてるんであればね、ちょっとこう他の問題に手を出すっていうのもあんまり普段お勧めしないことですけど、ありだと思うんですよね。よくお聞きします。レックの問題に慣れてしまった、もしくはもう過去も何回ももう回してね、もう答え分かってしまうんやというご意見、それね、確かによくわかります。で、やっぱりそういう状況まで頑張った後の話ですよ、今してるのはね。ちょっと事例問題が苦手だという方であれば、他の文章に接する必要性もあると思うんですよね。同じことを問うてるんだけれども、表現の仕方が違うと。で、表現変えられると、ちょっと途端に丸バツ判断できなくなるというのであれば、やはり同じものをひたすら回すというのが受験界における鉄則だとしても、確かにそれは鉄則だと思いますが、ちょっとその他の表現の仕方に触れるというのもいい訓練になると思うんで、同じものを繰り返すというのはちょっと置いといて、新しいものですね、新しい表現が、新しい問題集なんかに手を出すというのも一つの手ではあります。今まで手を出していなかったものに手を出すというのも一つの手かなというふうに思いますね。はい、ということで、まあ、うだうだといろんなことをお話しいたしましたけれども、大事なのはですね、この模試を受けていただいて、まあ、先ほど私 A と C に分けて過去足の重要性を申し上げましたけれども、 A となっているものは年内に必ず抑え切ってください。 A と申し上げたものはもう年内にちゃんと抑え切って、年明け迎えていただければというふうに思います。そしてもう一個ですね、今お話ししていた、直近でお話ししていたことですが、こういった模試を通じて浮き彫りにしてください、弱点を。で、その弱点をまだ1月から3月までなら補強できますのでね、他の人が何やってるか、これも大事ですよ、大事ですけれども、
その人固有の弱点があるはずですから、他の人はこれやってるけど、俺はこれやるんや、全然ありですから、ちゃんと客観的に自分の弱点を見つめてください。で、その浮き彫りになったところの弱点を補強するには、これが最適だろうという方法を考えていただいて、で、それを実践する。1月から3月はそれができますから、ぜひこの3ヶ月、1から3の3ヶ月を無駄にしないでいただければというふうに思います。はい。そしてもう一個、1月から3月までにやるべきことを、もう一個ありますね。弱点補強は当然のこととして、4、5、6の直前期に自分が何をするのか、それを固める、その素材をはじめとしてね、もう回すべき素材を3月末までに、遅くても4月末までに、やっぱり固めておくべきだと思います。何をするのか。それを、直前期に何をするのかを直前期にか、えー、直前期に入る前にちゃんと固めておく。その作業もやはり、年明けからの3ヶ月の間でやっておくべきかな、というふうには思います。はい。それではですね、以上でガイダンス講義の方終了といたします。年明け以降の学習、ぜひ、充実したものにしていただければと思います。で、2018年の合格ですね。ぜひ、勝ち取ってください。はい。それでは終了にいたします。お疲れ様でした。